ついに約束の地ディアボロスの教皇庁へと侵入を果たした一行は、それぞれが探し求めていたものとの運命の再会を果たす。しかしそこで目にした光景は、無残にもその体を血塗られた槍で貫かれた最愛の人の屍だった。七つの美徳、黒き羽の者たちの支配、教団大邪神の鎧。今まさにこの世界全体は聖書の歌う最後の審判を迎えようとしているのか。安心してもいいのですよ。この子には不死の呪いがかけられているため、その肉体はともかく、まだその魂そのものは死んではいないのですから。生き返らせたければ至極簡単なことです。彼女にこの大邪神ガブリエルの鎧を着せ、終末の封印を解くだけでいいですが、果たしてあなたにその資格があるかどうか、この私に試させてもらいましょう。さあ、その階段を登り切ってごらんなさい。さすがは救世主と呼ばれるだけのことはありますね。あなたからは確かにその名を名乗るにふさわしい意志の力が感じられます。そして確かにこの子こそ愛を唱える大邪神ガブリエルの鎧を着るにふさわしい人物なのかもしれません。私たちの子供であるこの子、こともあろうに奴隷であるあなた愛したという話は聞いています。たとえそれがどんな大罪に問われることになったとしても、いつの間にか虐げられている者たちに限りない愛情を注いでしまう。長く離れて暮らしていたとはいえ、やはりあの人の血は争えないのかもしれません。ですが、もし彼女を生き返らせるためにこの大邪神の鎧を着させれば、この世界は間違いなく崩壊への道をたどるのですよ。どうしたってんだよ。マーモンやそこの色ぼけ姉ちゃんはともかく、なんであんたまでが汚らわしい白き羽の奴隷の分際でわしらに軽々しく口を聞くんじゃねえ。お前たちは知らんだろう、今や地上では白き羽の地下組織の連中が、黒き羽の軍隊に対して大規模な革命運動を起こしているはずだ。その全ての戦闘計画がすでに教団にバレているとも知らずに。そんな、待ち伏せにあった奴らは今頃一網打尽にされているはずだ。なぜなんですか。あんなに優しかったケルビムさんが。その汚らわしい口で私の名を呼ぶな。貴様たち汚らわしい白き羽の奴隷どもが息子と我が家を破滅に追い込んだのだ。
私は息子のセラフィムが死んで以来、長い間この恨みを晴らす機会を待ち望み、そのためにわざわざあの秘密地下組織を再建してきたのだ。そんな回りくどいことを。だったら最初から俺たち白き花の者たちを皆殺しにすりゃいいじゃねえか。それじゃ困るんですよ。いつの時代にも常に世の中というものは少数の権力者の手によって大多数の弱者たちが搾取される構造になっているのです。つまり搾取される人々にいなくなられては、私たち搾取する側も困るのですよ。生かさず殺さず、もう仲良く行きましょうや。あくまで白き羽の奴隷あっての黒き羽の世の中なんだから。言いたいことはそれだけ。あらあら、いきり立っちゃって。聞いてるわよ。本当は大して強くもないくせに。怪我はありませんか、お師匠様？大丈夫だ。それよりお前こそ。私は死んでも絶対にお師匠様と離れたりなんかしません。相変わらずイチャイチャと臭い芝居を見せつけてくれるじゃない。だけどその女も所詮言葉をしゃべるお猿たちの子孫なのよ。だからなんだというんじゃ。寿命の長さと魔力の差以外に、わしら大天使と彼らに何の違いがあるというんじゃ。第一、大元までたどってゆけば、どちらも創造主が作り出した神の子であることに違いはあるまい。おやおや、それだけ違えば十分じゃないですか。しかしあなたも随分邪教の教えに染まってしまったんですね。こちら側につくのなら命ぐらいは助けてあげようと思っていたのに。邪教もここまでね。大邪神の使徒たちよ、創世紀戦争の時と同じようにこの結界に押しつぶされて、この展開から滅び去るがいい。ギャーッ。くそ、バルメ。わしがメタトロンの鎧に眠るあやつの魂の封印を解こうと焦ったばっかりに。じいさん、ルピルピは？ルピルピはおるよ。いつまでもわしと一緒じゃ。皆の者、奴らはおそらくこの上の大広間におる。
じゃが今やこの屋敷の中には例の6人の大天使に仕えておった72将が警護しておるはず。気をつけてかかれよ。許さん、許さんぞ貴様ら。愚かな奴らめ、愛や正義などというまやかしを信じているからこそあのような罠にも簡単にかかりおる。今頃奴らは蒸発し鎧だけになっているはず。あとは残った大邪神の鎧を回収し再び封印してこの世界をつなぐ鎖を元に戻せば、この世は再び七つの美徳で満たされた偽善や綺麗事のない世界となる。おっと、そいつはどうかな。貴様ら、悪いがお前たちの言う美徳とやらには虫唾が走るんでね。許さん、許さんぞ。弱者の権利を踏みにじるお主たちの神の名を借りた傲慢で冷徹な数々の行い、たとえ大天使であるお主たちとはいえ、誰も他人の生きる権利を勝手に決めることなどできんはずじゃ。ましてや年齢や身分、羽の色や性別などで迫害する権利など貴様たちにあるはずがないではないか。ごめんなさい、お師匠様。もういい、もういいんじゃよ、ルピルピ。ねえ、お師匠様知ってました？私、お師匠様のことを愛していたんですよ。気づいておったよ。だがわしはこんな年寄りじゃし、何よりこの体ではお前を幸せにはできんのじゃよ。そんなこと関係ありませんよ。でもよかった、ちゃんと分かっていてくれたんだ。わしもお前のことを。悲しまないでください。これからはずっとずっと一緒だから、ずっと一緒だから、ずっと一緒だから。その6枚の羽は、これで全てが分かりましたよ。なぜメフィスト様がこの私ではなく、どこの馬の骨とも分からないあなたをあの町の支配者に仕立て上げたのか。あなたの正体は大躍進ゴッドの手によって絶滅させられるはずだった猿どもに同情し、奴らを救うために創世紀戦争への参戦を放棄した六枚羽の大邪神ラファエルですが、あなたはあの戦争の後サタン様に服従してこの世界の新たなる再生に貢献されたはず。なのに今度は我々までを裏切ろうというのですか。わしがあの時ゴッドを裏切ったのは、言葉や火の使い方を覚えたというだけのくだらない理由で、自らが作り出した猿たち全てを絶滅させようとした、そんなゴッドのやり方が気に入らなかったからじゃ。
しかしお前たちに味方して手に入れた現在の彼らの生活ももはや完全に目に余る。案外メフィストは初めからこうなることを承知の上でわしを大神官にし、自分自身の魂が宿る鎧を託したのかもしれんな。バカな自分の大邪神の鎧もなしにこの私たちに勝てるとでも思ってるんですか。鎧ならここにあるではないか。そもそもお主たちが着ておるその鎧の真の役割は、突然の戦闘で自分が死んでしまった時の用心のために事前に己の魂の複製品を鎧に記憶させておけるという部分にこそ存在するのじゃ。つまりその鎧の力の強弱は本来の鎧の持ち主の力に正比例しておるのじゃよ。だからこそその鎧を着た人物を鎧本来の持ち主の魂が認めなかった場合、鎧が暴走して着用者を内側から食い尽くすのじゃ。言い換えれば、天使たちの着る鎧には本来何のランク分けもないということじゃよ。お主たちのような何度も転生を繰り返してきた大天使たちとは違い、あの戦争以前から一度も転生していないわしにとって、このルピルピの魂が宿る邪道騎士の鎧もわしが着ることによって本物の大邪神の鎧になりうるのじゃ。今こそはっきり言うことができる。ルピルピ、お前のことを愛しておると。お師匠様。さあ、創世紀戦争とやらの再開だ。決着をつけようぜ。